おはようございます。2月15日水曜日の東京インフォメーションです。西新宿で都市実装を目指す様々な先端サービスの体験会が行われています。これは都が去年西新宿先端サービス実装産官学コンソーシアムを設立して取り組んでいるサービス実装の一環として行われている体験会です。 XR コミュニケーションハブニューでは今月27日月曜日まで新宿を舞台に未来都市体験を創造せよをテーマにクリエイターが制作した AR 作品を街中で体験できます。参加方法などはホームページをご覧ください。来月2日木曜日と翌3日金曜日にセントラルパークタワーアトリウムイベントゾーンでは自動走行の車椅子ロボット体験イベントが行われます。参加を希望する人はジョルダン乗り換え案内アプリをダウンロードしモニター応募フォームからお申し込みください。そして新しい街づくりの基盤として高精度な西新宿のデジタルツイン動画が配信されています。コンソーシアムのホームページから見ることができます。都は小池知事と東京商工会議所の小林会頭との対談動画を公開しています。去年12月に収録された小池知事と東京商工会議所の会頭小林健さんの対談には都の新たな事業東京や国内で作る工業製品等の調達購入促進キャンペーンをはじめ東京や日本のものづくり産業の優れた点や都内工業製品の魅力さらに寿司テック東京や企業への都の支援策などが収録されています。この対談動画は特設サイトフォーカス東京製に掲載されています。合わせて今月26日日曜日まで皆さんの都内産国内産の製品についての写真やエピソードの投稿を募集する SNS キャンペーンハッシュタグフォーカス東京製が行われています。投稿は特設サイトに表示される予定です。都は新たな人権啓発映像インターネットによる人権侵害を作成し配信しています。お願いがあります。友達との写真をネットに載せたらどんどん拡散して出身や家の場所までバレちゃって全部消してほしいんです。流出した個人情報は完全には消えません。他人の個人情報を無断で掲載するのはやめよう。人権啓発映像インターネットによる人権侵害は差別書き込み誹謗中傷編なりすまし編個人情報編の3作品とまとめ30秒編があります。東京都公式動画チャンネル東京動画や YouTube 東京都人権部チャンネルなどで見ることができます。都は島嶼地域の特産品のブランド化支援として東京宝島とクリーマが連携した特集ページを開設しました。今回ハンドメイドマーケットプレイスクリーマ内に開設された特設ページは東京宝島、三倉島、クリーマクリエイターコラボ企画セレクション告げ、クワです。特設ページ内で紹介・販売されているのは三倉島の宝とされている国内最高峰材木の柘植と桑を素材に作られたクリエイターによる作品です。作品の写真や作者の名前をクリックすると
作品の詳しい紹介やクリエイターのプロフィールなどを見ることができます。今日お伝えした内容は番組のホームページにアップしていますのでご活用ください。ここまで東京インフォメーションでした。